国のサッカーファンの皆さん、 Hello everyone。 ナショナルスーパーカップ1回戦、エースアリジャン対 AC ミラン。最高のピッチコンディションの中、リーバプールステディアムから実況金武彦がお送りします。注目の一戦、面白い試合になりそうです。ナショナルスーパーカップ今スタートしました。左にエンドを取るのは黄色のユニフォーム、エースアリジャン。フォーメーションは4-4-2。右から左に攻めます。黒とエンジのユニフォーム、イタリアのティラノス。打ってきた、ゴール入りました。前半6分0対1、先制で逃げ切りを図ります。ミラクルゴールです。前半9分、キックオフです。ワントラップ、これはフォコラ、トラップ。このパスは止めて奪い返しました。ズマ、トゥーレ、周りを見て、さあタイデン、ボールを運ぶ、縦に送った、シェーバー、ここはシェーバー、いいフォロー、この位置から、これはキーパー、キーパーからセド、この位置からボールを運びます。トゥーレ、止めて、カカ、前に出して、トゥーレ、さあエースラリジャン、周りを見てから繋ぎます。カカ、遠いところから打ってきた、ゴール。前半38分、アンドリー・シェフチェンコ、やはり決めてきます。理想的な攻撃でした。前半39分、キックオフです。ソコラ、つなぐ、カルー、カルー、右サイドを使って攻めます。ここまで笛が鳴りました。0対2ハーフタイムに入ります。後半のキックオフです。シェフチェンコ、アンブロジー、アンブロジー、攻め込んでいった、ボールを運びます。セド、セドからシェフチェンコ、シェフチェンコ、エブレ、左に送ります。抑え、ルッキー、狙ってきた、ゴールイン。後半10分、0対3、3点差、プラキまでに叩きのめします。後半12分、ヨハン・ミクー、ここで投入されます。後半13分、キックオフです。トゥーレ、つなぎます、止めて、ミクー、パオリーナ、選手たちに反撃の石が伝わっています。セド、ウォールラッシュのポジションなんか合わせていく、打ってきた、ゴール。ベンチで喜んでいます。後半24分、カルレット監督、大幅な選手交代で踏み切りました。後半25分、キックオフです。さあカルー、センターを突破、奪い返す、ボールを渡します。モントリーゴ、中央突破、ニコロスカ、オント、ビッグチャンス、シュートを打ちました。レッテ、ゴールです。後半35分、このゴールでハットトリックです。会心のゴール。後半36分、キックオフです。さて上がっていった、粘って奪い返します、出します。さあピグロ、さあ一人で行く、お放り込む、右足でシュート、ゴール。1点を奪い取りました。ここでホイッスルが鳴りました。0対6、イタリアのティラノサウルス、 AC ミラン。
ゲームをものにしました。